皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はアコギでこういう、なんていうんですかね、こうパツパツパツといったなんかこうパーカッシブ音というか、ダウンといいますか、なんかこういったものを取り入れる奏法を皆様にご紹介させていただこうかなと思います。以前も同じテーマで動画を作ったことがあるんですけれども、まあ、ちょっと今とやり方が少し違うので、新しいバージョンということで、よかったら覚えておいてくださいませ。とりあえずやってみるとこんな感じです。このツという音をどう取り入れるかといいますと、こんな感じです。こんな感じです。普通にストロークをしているのと違って、なんかちょっと躍動感が出る感じですよね。まあ、こんな感じでちょっとこうね、なんかこうウキウキ気分みたいなのが出てくるかと思うんですけれども、まあ、よかったら、覚えてみてくださいませ。一緒に練習してみましょう。とりあえずまあギターを持っていただいて、まず最初にやってみたいのは、ツの練習ですね。ツの練習。とりあえずまあパターンを2つほど紹介させていただこうかなと思います。簡単なフレーズと難しいフレーズみたいな感じで、ちょっとこのパターンを2つやってみますので、一緒に練習してみましょう。とりあえずツの練習です。ツの練習。このパツという音、どう鳴らしているのかといいますと、6弦のところにこの親指をオラーってぶつけて、弦とフレットをぶつけているわけなんです。6弦に親指をオラーってぶつけて、弦とフレットをぶつけていると。この弦、6弦がこの金属の棒ですね、このフレットにこうぶつかっていると。この音です、この音です。この音を出して、パツという音を出しているわけなんです。なので、ちょっとこう親指をぶつけてあげれば、意外と簡単になります。そんなにこう気合入れて、いくぜ、うわーってならなくても、軽くで大丈夫です。ちょっとこの高い位置から親指を落としてあげるような感じで、このツの音を鳴らしてあげると。で、もちろん、こっち側、ブリッジ側になると、そのツという音は出にくくなりますし、こっち側に来すぎても、まあ、悪いわけじゃないですけども、まあ、こっち側に来ると結構やりやすいと。目安として、サウンドホールの真ん中ら辺ですね。この辺でできると、何かと応用が効くかなと思います。よければサウンドホールの真上で練習をしてみてくださいませ。で、ちょっとこう軽いタッチで。高いところから落とすような感じで、ツの音を鳴らしてあげると。こんな感じです。で、ちょっと強いて言うなら、強いて言うならば、親指がこうなんかこう直角になったりとか、こう逆向きになったりとかせずに、弦と平行した形で、向きが平行になった形で、ツの音が出せると、後から応用が効くかと思います。こうとかこうではなくて、弦と平行に、親指が平行に、ツの音を出すと。こんな感じです。まあ、ここまではまあ割と簡単ですね。割と簡単ですね。それでは、この動画ではパターン1を皆様と一緒にやってみようかなと思います。レッツトライ、レッツチャレンジ、レッツスタート。とりあえず E コードを押さえていただいて、6弦と4弦と3弦と2弦、6弦と4弦と3弦と2弦を4本指を使って同時に弾いていきます。同時にバーンと弾くわけです。バーン。で、バーンと弾いたら、ツの音を入れます。ツ。で、もう一回バーンと入れて、ツを弾く。ツを叩く。まあ、そんな感じです。バーン、ツ、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 バーン、ツ。これがパターン1です。もうちょっとやってみましょうか。バーン、ツ、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 バーン、ツ。こんな感じです。これがうまくできたよ、もうこんなすぐできちゃったぜみたいな方は、まあ、ちょっと次のパターンに難しい方に進んでみてくださいませ。パターン1ができない方、なかなかこれ難しいなという方は、ちょっと一緒に、じっくり練習していきましょう。意外と僕がこう簡単そうにやってるからね、あ、簡単なんじゃないかなと思ってなんかこうやってみたんだけれども、意外と無事じゃねえかという方、結構多いかと思うんです。ちょっとコツがあるんです、コツがあるんです。そこを意識してみましょう。そのコツとは、このツの瞬間の右手の形。です。ツの瞬間の右手の形がとてつもなく重要でございます。とてつもなく、もうこの上な限り、もういいか、とてつもなく重要でございます。バーンといって、ツのとき、このときに何が秘密になっているかというと、それぞれの指がもう弦を弾く準備をしているわけなんですよ。もうそれぞれ2弦、3弦、4弦、6弦を弾くスタンバイを完了しているわけなんです。バーン、ツ、この瞬間に。これが極端に悪くやると、バーン、ツーみたいな感じで、指があちこちになったりとかすると、次にまた弾こうと思っても、わー、もう集合できない、キャー、チコったみたいな感じになるわけなんですよ。ダーンといったら、ツーの時に、それぞれの弦にも指を置いておくと。
こんな感じです。で、指先がこう、なんていうんですかね、そのまっすぐ伸びた状態だと、やっぱりそれはなかなか難しいです。こんな感じとか。ちょっと軽くこう握るような感じにしてあげて、グーとまではいかないんですけれども、パーとグーの、グーから、ちょっとこのパーに3歩進んだ感じの、なんか10歩中、ここからここまでが10歩だとしたら、パー、グーからパーに3歩進んだぐらいの形です。3歩、1歩、2歩、3歩、4、5、6、7、8、9、10みたいな感じの時の3歩ぐらいの形です。こんな感じ。この形で、そのそれぞれの指にこのスタンバイをしておくわけです。そうすると、いい具合にこの角度を調整すると、それぞれの指が2弦、3弦、4弦、6弦にある状態が作り出せるかと思います。ちょっとこれはなかなか難しいと思うんですけれども、そんな意識をして練習をしてみてくださいませ。グーからパーに行く3歩目、3歩目、1、2、3、このぐらい。すげえざっくりですけど、このぐらいって。まあ、そんなイメージです。で、バーツ、バーツと。2回目のツのときも一緒ですね。バーツ、バーツ。で、これにいい感じでコードを混ぜ合わせて、6弦を親指でつってやるんだぜ。ちょっと力が入っちゃうかもしれないけれども、軽い感じで高いところが落としてあげれば、割と6弦は、つという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 。そんな感じでございます。ちょっと言わせてあげてくださいませ。バンツ、バンツ、バンツ、バンツという感じです。あとは、ちょっとこうね、繰り返しで乗り越える壁という感じなので、頑張って練習をしていただけたらと思います。では、次の動画でパターン2。ちょっとから難しいパターンも練習してみようかと思いますので、パターン1ができたら、パターン2の方もチャレンジしてみてくださいませ。それでは、次の動画へどうぞと言いたいところですが、ちょっとパターン1の応用。長いかな、大丈夫かな、ちょっと長いかな、まあ、いいか。ちょっとパターン1の応用を少し紹介させていただきましょう、最後に。今はその4本指、なんていうんだろう、その2、3、4弦のこのコード部分と親指のベース部分、6弦を弾いて、ツーといって、また4本弾いて、またツーといくというパターンを練習しているんですけれども、パーツ、パー、パー。ここにもちょっとパーを入れてみましょうか。パーツ、パーパーツ、パーツ、パーパーツという感じです。そうすると、もうちょっとこの音数が多くて賑やかな感じになります。こんな感じ。つという、つという、つという、つという。こんな感じでございます。こんな感じで音数を多くするとね、もうちょっとこう賑やかな感じで、華やかなリズムになりますし、なおかつこう、なんか聴いてる方も、なんて言うんでしょう、その、乗りやすいですよね、音数が多くなると。なんかこう、乗りやすい、リズムが明確になる、分かりやすくなる。そんな感じなんで、うまくできてきたら、こんな感じで音数を増やして遊んでみていただけると良いかなと思います。それでは、1本目の動画はここで終わりでございます。よかったら2本目の動画に進んでみてくださいませ。それでは、さよなら。さよなら。あはははははつという。